はい、じゃあ今日もね、キングダムハーツバースバイスリープやっていきます。はい、ネバーランドいきます。かなりレベル上げたのでね、快適だと思います。誰？あ、副船長。副船長だ。あ、船員もいる。お前たちにこいつはやらんぞ。本当だ。俺に任せろ。船はどうしたの？任せろって。進化した俺の力を見せてやろう。さやさんに見せてあげるよ。一発だよ。行かずちよ。ほら。行かずちよ。ほら。最強だぜ。すごい、レベル上げすぎたね。頼んでもいないのに余計なことをしよって、我々だけで倒せたもの。そうだな、スミ。へへ、もちろんです。あしらにかかりゃあんなやつらとてんぱにのして、こうしてああして、かわいい。やつの仲間ではないようだが、お前もこいつを狙っているのか？俺はそんなものに興味はない。人を探している。仮面をかぶった少年だ。心当たりはないか？そんなやつは知らん。そうか。スミ、いつまでやってるんだ。さっさと行くぞ。ベンツじゃなくバニタスだ。きっと俺様の光を狙ってくるぞ。ちょっと待て、光が狙われていると言ったか？悪い顔してる。うん、この箱の中はあちこちから集めた光でいっぱいだ。あの忌々しい空飛ぶ小僧め、こいつを狙ってくるに違いない。わ、バニタスではないようだな。空飛ぶ光を狙う少年、気になるな。その光、俺にも守らせてもらえないか？光を狙っている少年のことが気になる。そいつの名前はやばい、ピーターパンだ。ピーターのパン。あ、ピーターのベル。あ、あ、すごい。あ、かわいい。ここがネバーランド。え、かわいい。めっちゃネバーランドだわ。初めて来た。この箱をドクロイワの洞窟へ持っていく。やつからこの箱を守ってくれ。わかった。どうこうしよう。行くぜ。よーし。わあ、読み聞かせする木のところだ。渡れる。あ、こっちで合ってたみたい。え、すごい綺麗。来たよ。もう強くなったから。ご苦労。船長、昨日話した流れ星のことなんですが。スミ、それはもういいと言っただろう。海賊が流れ星なんぞに浮かれるもんじゃない。それがですね、普通の流れ星はキラッと光って消えちまうもんでやしょ。でも昨日のやつはキラキラ光ったまま島に落ちたんだよ。島に落ちたって。あれきっと大きな宝石。宝石に落ちがいない。それを早く言わんか。ん？ああ、我々は休養ができたので少し席を外すが、ここは君に任せてもいいかな。ああ、俺はここでピーターパンを待つ。ピーターパン、ピーターパンっていいやつなの？なんとも言えないよね。あ、いた。お、手下がいるよ。新しい子分を入れたようだな。僕があいつの注意を引くから、その隙にお宝をいただくんだ。あれ、声違くない？お前がピーターパンか。そうだ。光を奪う気か。敵だ。ピーターパンと戦うの？無料だぜ。メガフレアでワンパンだぜ。
来いよ。ほらほらほら、ほら、そしてメガンプレイヤー。ほらほらほら、ほら。なぜ光を狙う？光？何のことだい？ピーター、うまくいったよ。あ、こら、まだ早いって。しまった。しまった。うわ。なんだな、着ぐるみってんの。失敗失敗。なんだな、着ぐるみ着てんの。お子ちゃまだか。なんだこれは。あの人たちはどこの人だ。海賊のお宝だよ。金貨に宝石、いつものやつさ。ネバーランドの。俺はこんなものを守っていたのか。やつに騙されてたのさ。そのようだな。君と戦う理由はなかった。すまない。そんなこといいさ。僕も久しぶりに手応えを感じて楽しかったからね。そんな強キャラ。テラ、そんな何強キャラみたいな。え、フックはどこに。武闘派なんだっけ。やつは流れ星を探しに行ったようだ。そうだね、口が達者。流れ星だって。大変だ、ティンクが危ない。お宝任せたよ、ロストボーイズ。ロストボーイズ任せて。行ってらっしゃい、ピーター。俺もロストボーイズ。俺も行くことにしよう。あれ着よう。俺こぼれてるけど片付けてあげないんだ。やっとけってことみたいです。あ、目のとこからか。目のとこから入るんだな、きっと。うわ、怪物だ。大丈夫か。助けて。何やってんだよ。大丈夫か。おお、やばいやばい。大丈夫か、ロストボーイズ。アンバーセ。うわぁ、やめてください。俺の。うわぁ、これは楽しいぞ。よし、俺のメガフレアの出番だよ。癒しよ、イカズチュウ。イカズチュウ、イカズチュウ、イカズチュウ。さあ、メガフレア。イカズチュウ。お、コマンド装備数アップ。こりゃでかい。すごいや、あんな怪物を倒したなんて。静かに。おい、異常はないか。フックだ。隠れていろ。かっこいい。問題ない。え、かっこよくない？本当かっこいいんだが。どんどんかっこよくなってくるんだけど。それはティンカー。ティンカーベルだ。ピーターパンの仲間だ。見せてもらえるか。こいつを盾にすれば今度こそ奴はおしまいだ。え、まだ強いんだ。どういうつもりだ。どういうつもりもない。俺の心に従ったまでだ。かっこいい。わあ。ただでは済まさんぞ。どっちに戦うのか。音は？ワニ？出てくる？あー、見てる。こんなとこにいるよ。何やの、ここ。ここ、ここ何あれ。やったー！フックを追っ払ったぞ！かわいい。勝利。あ、待って、飛べるようになった？あ、飛べるんじゃない？俺は飛ばずに全てを。星の一つ一つが世界だ。あ、
お久々の、なんか結構回想シーンとかないんだよな、これ。この世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある。光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかな。わあ、それってどういうこと？要するに弁みたいなもんさ。なんだよそれ。弁にもそのうちわかるさ。今知りたい。かわいい。弁。うん。なんでここで回想。ああ、うん、お宝なくなっちゃった。ふん。あら、君たちは本当に宝石や金貨が欲しかったのか？うん、そんなのいらないよ。でもピーターに任されたし。だったら君たちの大切なものを入れればいい。かっこいいんだが。それが宝物になる。そうか、お兄ちゃん。え、これもうパパだよ、パパ。ありがとう。確かに。いいパパ。かわいい。俺の宝物は何だったかな。うわっ、なんじゃい。好きなんだが。なんじゃい。あー、好き。魔法力が高いという。いいね、魔法突破戦法だから。中腰腰やりそう。バイク光だ。なんて暖かい。やばいじゃん。天国大丈夫？天国行っちゃった。どこここ。お、ディスティニーアイランドじゃん。あれ？あ、本当だ。ディスティニーアイランドだ。もうちょこちょこさ、うん、ディスティニーアイランドイメージにしてるんだ。あ、ポポ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 ポ。ポープの実。それ。え、穴になってる。なんかヘタついてる。世界のどこかに星形の実をつける木があって。見つけたよ、これじゃん。寺崎さん見つけたよ、パープの実。お、3つなってるから、お持ち帰りしよう。持って帰ろう。いいね。まだ空とかがいない時ってことで、生まれてない時。何？え、どこ行っちゃったの？アクア、ベン、どう？つながりは断ち切れてしまったのか。そんなことない。俺はまたお前たちと会えるのか。会えるよ。もうちょこちょこ会ってたやん。光はどうして俺をこの場所に導いた？俺に何ができる？え、ああ、こんなことしてた。さやさんが言おったと。早すぎだって。おお、もう終わりか。もうだね、限界。ちょっとたち。おお、え、生まれてるんだ。じゃあね、生まれてるんだ。確かに寺崎くんとそんなに年離れてない。この光、俺はこの子に出会うために導かれたのか。リク、リクに光を感じてるって。本当だね、闇じゃない。そうだね。あ、おい、こっちこっち。リク、今度は船までどっちが先に着くか競争ね。めっちゃ怖い、子供。それそれ、子供すぎ。置いてくよ。声がめっちゃ子供じゃん。出たの？じゃあ空。ん？お兄さん。お兄さん？他の世界から来たの。おじさんじゃない。どうして？この島に住んでいる人はいないし、本島でも見たことがないから。そうか。ここに住んでる人っていないの？君は本島からどうやってここに来たんだ？ん、今日は友達のお父さんに連れてきてもらったんだ。遊びに来てるだけってこと？ここは俺たちの遊び場だけど、まだ俺たちだけじゃ本島からは出られないから。早く島から出たいって感じだな。
昔ここから外の世界に行った子がいるんだ。リクだ。ん？なんでそのリクが見えるの？お兄さんはどうやってここに来たの？どういうこと？君はどうして他の世界に行きたいんだ？俺は強くなりたいんだ。昔ここから旅立った子のように。ここから出られれば強くなれそうな気がするんだ。どうして強くなりたい？大事なものを守れるでしょ。ああ、友達やみんなを。光だ。この小さな世界の外に大きな世界がある。この鍵を手にしてみろ。君にその資格があるのなら、いずれ選ばれし者としてこの小さな世界を出て、そんな話俺の元へたどり着くだろう。え？その時こそ本当の広い世界と愛する者を守る力を教えよう。え？そんな話してたの？今日のことは誰にも内緒だ。君にかけた魔法が解けてしまうからな。うわお。ああ。ジュルリ。ねえ、何話してたの？俺のカレピ。ちょっとな。何？ずるい。ちょっとじゃ分かんないよ。俺のカレピッピ。あの人誰？知ってる人？内緒。ずるい。教えてよ。内緒なんだってば。誰にも言っちゃいけないんだ。かわいい。いいでしょ。ねえ、誰にも言わないから教えて。ダメ。ああ、もう。大事なものを守れる。友達やみんなを。俺にもまだ守るものはある。手羽先か。ガイアベイン。え？触ってもらったら強くなった。うん、ショートパワーが溜まった。ショタピー。うん。この感覚、ベンなのか。マスターテラよ、私の元へ来るのだ。なんだって？マスターゼアノート。パンナパン。ああ。ベンはいいの？なんかまたあのおじさんに呼ばれちゃったんで。そう。次行きます。マスターゼアの音がテラのこと好きだから。すぐ呼ぶんだよな。うん。もう待ってるよ。うわ、目つき怖いんだよな。目の色が怖いもんだって。マスターゼアの音、お呼びでしょうか。まずいことになった。すごいとこ立ってる。ベンプスが自身の過去の秘密を知ってしまったのだ。絶対教えたでしょう。たった今目の前をベンが飛び去ったのですが、何があったのです？ベンプスは真実を問いただすためにヘラクスの元へ向かった。え？あの目はまともではなかった。なんだよ。何をするやもしれん。わざとだよね。あんたが何かやったんだろう。友としてベントスを守ってやれ。無論です。めっちゃ立ち話してる。なんか企んでるでしょう。ダークインパルス。これも行けなくなっちゃった。そこに戻るのか。わあ、なんかしてる。
お前は存在してはならんのだ。おお、なんで？なんで？何？マスター、何をする気です？ティラ、ベリード、そこをどけ。なんで？嫌です。死の言うことが聞けるか？聞けません。なぜお前は死の心を理解できる？なんで？我が言葉に耳を重ねと言うな。なんで？ねえ。お前も教えてください。封じるまでだ。なんでだよ。全然教えてくれない。なんでなんで？どうしたの？もういいテラ。俺は言うな。テラ。そうだ。こんな可愛らしい。わあ。強い。ちょっとキーブレードミスったか。なんか出そうとしてる。闇出しちゃう。マスターだろうと関係ない。この力、友のために使う。闇に落ちたかってろ。待っててな。何も話を聞こうとしない。誰も何も教えてくれないんだけど。ひどいよ。なんだよ、師匠。エラックス。セキュリティ。わあ、闇の力だ。セキュリティ、受けてみろ。俺が、なんか、ダークインパルス。なんか引っ張るかな。セキュリティ。いくぞ、どうぞ。倒した。倒したぞ。なんかめっちゃ生きてる。ね。知らないうちにあんなレベルを。よし、レベル上げの成果出てきてる。許してくださいマスター。俺はただデンを守りたかっただけなんです。いや、いいのだ。許せてば。お前の心に闇を住まわせたのは私かもしれぬ。なんだって？全然教えてくれないんだけど。お前たちにキーブレードを向けてしまうとはな。我が心も闇に。うわぁ、え、誰？え、師匠。あ、誰がやったんだ？テラ、嘘でしょ。受け止めて。え、なんか光ってる。あれ、え、師匠消えた。どうしたの？またテラに闇が。何されたの？誰がしたの？マスターエラックス。絶対ゼアノートでしょ。マスターテラよ。ああ、お前が許しを請う必要はない。エラックスはお前の友に手をかけようとしたが。マスターゼアノート、何を？お前の成長には目を見張るものがある。だがまだ足りない。怒りの感情を解き放て、心を闇に委ねるのだ。どういう意味だ？わからんか。分からん。ならば来るがよい。え、我らキーブレード使いの運命を刻みしましょう。キーブレード墓場へ。キーブレード墓場。いやだ、それオープニングで見たもん。あれ、キーブレード墓場だよね。どう見ても。なんで最後見届けないの？闇に落ちるのだ。うわぁ、落ちません。え、なに？あー、やられたよ。お前たちに帰る場所は必要ない。何すんの？うわ、なんだ始まりの場所がゼロド。うわ、あいつ急に本性出しやがった。今間に合ってない。間に合った。ちょっと足踏みした。持ってかれる。吸い込まれてるよ。もともとそうやって持ってかれるような構造になってる。
分割構造も。すごい、床が。ペンはどこに飛ばしたの？どこか。テラの見た目さ、あれに似てない？なんだっけ、13期間の。違う。ティアノートだっけ。似てない。髪短いの。ベン、アクア、お前たちは俺が守る。え、この人たちノーバディなんじゃないの？あ、そういうこと。終わっちゃう？終わり？これで終わっちゃうのかな。あと二人いるんだけど。え？ミッキーマーク。うわ。隠れミッキー発見。えげつねえミッキー。ドゥーンって。おこの力。かっけえ。友のために。かわいい。かわいいキーフレード使ってる。俺の魔法力とか。ペンはどこ行ったの？アクアは？すごい光ってる。あれ空のやつ。空のケーブル。いや、あのケーブルレードなんか特別なの。そうなんだ。キーブレードグレイブヤード、かわいい。こういうアトラクションありそう。え、終わっちゃうぞ。なんで俺戦ってんのよ、今日わかんない。おぉ、すごいよ。あ、すごい。なんだな、いっぱいキーブレード。選び放題？やばぁ、うん、数がえぐい。アクア、アクア、そうだ、パープの実見っけたんだよ。そんなテンションじゃないみたい。どうしたの？マスターが撃たれたそうよ。ああ、知ってるよ。知っている。だって俺がゼアノートに手を貸してしまったんだ。そうだ。マスターがベンを消そうとした。だから俺はベンを守るために戦った。しかしそれは全てゼアノートの策略だったんだ。やられた。本当だよ。俺の中の闇を目覚めさせるため、ね、俺の中の闇が俺を心配し、お前に追わせたマスターはやはり間違っていなかった。この後始末は自分でつける。そんな、憎しみや怒りは闇を生む。あなたが闇に落ちて戦うようなことになれば、それはまたゼアノートの策略のうち。確かに。それではマスターの思いに応えられないわ、テラ。でもここ集合ってみんなで言ったんかな。広いけど。そりゃそうだ。さあ、あらかじめ言っといた。うん。あの、墓場のスクランブル交差点中心集合。ゼアノートをウルトバニタスと戦わせてキーブレードを生み出そうとした。なんて言ってた？怪キーブレード。マスターはキーブレードは存在してはならぬものと言って。キーブレードってあれでキーブレードなの？キーブレードってあれでキーブレードなの？キーブレード。キーブレードが何なのかはわからない。え、違うの？でも俺の心が怖くて。カイブレードじゃない、違う。キーブレードが生まれること。大丈夫だ、
俺たちがベンの心を怖がらせたりしない。俺バニタスと戦うことになるかもしれない。バニバニ、もしそうなってしまったら、だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ。俺がそんなことはさせない。テラかっけえな。友達だから頼みたいんだ。どうしたの？俺を消してくれ。そんなことできるわけないでしょ。もうベンちゃんたら、もうおバカさん。来たよジジイが。わあ、あれがなんだっけ、バニタス。見よ。すごい。かつては主人の心と一つにあって、力を宿していた鍵の残骸を、この地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い。キーブレード戦争の後。つなくね、戦争。すごい。どんだけやってん。多くのキーブレード使いがこの地で消えた。ただ一つの鍵を求めて、今こそ私は手に入れる。何一つの鍵？キーブレード。わあ、これオープニングじゃん。みんな変身した。誰だ、色が違う。かぶけ、なにそれ、スチマホ。わわわわ、おお、あれ怖いよ絶対。なんでその技。わわわわわわわ、届かないもんだって。すごい、え、すごいすごい。ダメン大丈夫？リクモドキ、危ない。アクア大丈夫か？捨てた。ちょっとキーブレードがかわいい。かわいい、キーブレード使ってるの。これじゃあ、おお、勝てそう。あー、それ、ダメ、それダメ。うわー、強い。どんどんいっぱい来たのキーブレード。これもう、なんだったんだ、キーブレード使い。やばい。で、あ、やばい。あ、え、嘘。どうしたの？凍った。危ねえ。カチコチだ。ファイヤー。大丈夫？絶対ダメ。ダメだろ。ん？勝てんなこれ。何してんの？あ、キングダムハーツ？本当だ。キングダムハーツじゃないんだ。本当だね。水色だけど。まだハートが。そうです。あ、王様。喧嘩してた頃の王様ね。ほら、顔外しちゃった。かっこいい。なぜ一つ書いてない。すごい、すごい、あの好き。なんかあのカートレスのハートが入ってないから。そうなのかな。たどり着くと信じていた。なんだって。光と闇の壁を越えて私のもとへ。なんてこった。待ちわびたぞ、テラ。怖い怖い怖い。
ちゃテラ好きじゃん。俺には友がいテラ欲しい。答えろテラの。答えキーブレードが出てきちゃう。あいつの心に何をした。心の闇を抜き出してやっただけだ。だがベントゥスの心は耐えられなかったようだがな。ゼアノート何したんだよ。許さねえ。え、二人は相手にする。二人相手だよ。ちょっと遅れてない。もしかも消えるよ。受けてみろ。ほらほらほら、メガフレア。諦めろ。受けてみろ。落ちてる。あ、そうです。確かに。そうです。強くなりすぎていた。ベントゥスの全てを奪い、アクアを消せ。やめろ。なんで。さっき倒したじゃん。やだ、俺こんなうるさいおじさんとイチャイチャしたくない。己の無力に怒るまい、怒りを力とするのだ。許さんぞ、ゼアノート。いや、我が父エラクセだけでなく、お父さんなんだ。あの二人まで。え、つらすぎない？いいぞ、もっとだ。怒りで心を闇に染め上げる。やばい、ツヤノートの。やめろ、ツヤノートの。ああ、エラー。やられた。マジ？勝てる？俺はもうすごい強いぞ。すごい強い。何あれ、ボルデモートみたいな。あ、キーブレードだ。ここ癒しよ。この取りますね。あれ、なんだっけ。何だろう。抜けてみろ。大地を泳ぐ。弱かったぜ。まったく、俺がレベルをしっかり上げてきてるからな。これあと3回やるってこと。うん。うん。しんどい。しんどいな。かわいい。うわ。何？ミッキーの攻撃？あれを見ろ。何？キーブレードの完成だ。何？次は我々の番だ。怖い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 。やだやだやだ。何してんすか？何してんの？兄貴？この時を待っていた。おお。置いて脆弱な器を捨て、若く強い器を手に入れようとな。テラさ、そういうこと。ゼアノートの髪型だ。これで見届けられる。キーブレード戦争の先に待つものを、お前の闇が我が器となるのだ。ほらほら、頑張れ。あ、何やった。うわ、やられた。あれ、キーブレード変わってる。ほら。ああ。ほら。ああ。ほら。心は闇に変えた。ほら。世界は闇に。ほら。闇に終わる。ほら。心も同じだ。この人だ。心に芽生えた小さな闇がやがて心のすべてを飲み込む。それが心のあるべき姿。アンセムって言ってたゼアノート。あらゆる心は
闇に帰るべきなのだよ。ほらほら、なんだよ、ディズニーの声くんでしょ。あ、私思念となってなお逆らい、とどまろうというのか。テラ勝つぞ。スキーブレードに変わってます。あれがここに刺さんなさそう。よし、返してもらおう。かっこいい。やっぱり待てて、よし倒した。ちょっと待って、ゼアノートレポートって、え、マント勝てた。え、負け？アクア、ベン、俺がいつの日か必ず。え？何このエンド？え？なーえ、待って。え？どういうこと？ひどい。ひどくない？いじめ。ちょっと。いじめエンド。え、テロ、テロいいことなすじゃんね。うん、体を乗っ取られてね。まあ、ゼアノートだったじゃん。ゼアノートだった。はい、器となりし者だって。サンダガを368回クリア使ってクリアしました。はい、レポートは 53% だって全然飲むじゃんね。うん、セーブしよう。8時間もかかっちゃった。テラめっちゃ好き。テラを題材とした恋愛ゲームないですか？テラと付き合いたい。テラを幸せにしたい。
はい、というわけで、テラ編終了です。